国家魚門平らたびうんほのル美術館像鉄、エレンゲカラクサ文瓶、ロサンジェルスカウンティ美術館像を鉄へ、ハスイケトリ魚門病壺大阪市立東洋、当時美術館像を粉成先は、朝鮮半島で、李氏朝鮮時代の前半、15世紀を中心に作られた時期の一種である、鉄分の多い糖度にきめ細かい白土油で化粧がけを施し、透明油をかけて肖像した。本来は、 紛争媒生先の略語、高麗時代末期の14世紀半ばに発祥し、15世紀に最盛期を迎え、16世紀前半には消滅して、その後の朝鮮王朝の時期は、李朝白寺が主体となった。粉製先という名称は古いものではない。1930年頃、美術史屋の公有賞が、紛争媒生先という名称を提唱し、これを略した。 粉製作機という名称が定着した。この種の器が製作されていた当時は特有の名称はなく単に磁器と呼ばれていた。隣国の日本ではこの種の器が高麗茶碗の一種として珍重され、作長によって三島、ハケメ、小引きなどと呼ばれた。三島はスタンプで記念に細かい文様を押し、色違いの土を造眼したもので、今日でいうンカ文にあたる。 刷毛目は白化粧土を基面に刷毛で塗り、刷毛の跡が残っているもの。小引きは液状の白化粧土に器を浸したもので、韓国では、トムボンという、機種は瓶、壺、皿、ワなどの一般的なもののほか、平田瓶、俵つ壺などもある。平田瓶とは円盤を立てておいたような円形扁平な、非形の容器、俵つ壺とは、米俵のような形の横長の容器である。 粉製砂器の掃除は、政治に用いられるのと同志の灰色、または、海国色の土で、これに、白の化粧土をかけ、さらに透明油を施して肖像したものである。文様表現技法から、粉製砂器造満、粉製砂器印果、粉製砂器彫り花、粉製砂器白地、粉製砂器鉄営、粉製砂器化け目、粉製砂器紛争などに分かれる。前代の高麗時代には、 高来政治として知られる朝鮮半島特有の政治が盛んに焼かれたが王朝の弱体化や社会情勢の変化により1370年代にはそれまで政治を一手に製造していた後進の寛容が機能しなくなり投稿は各地へ拡散したそれとともに政治の規定、夕食、文様にも変化を生じ政治は衰退へ向かったこの政策は こうした、洋業界の変化の中から、自然発生的に生まれてきたものである。韓国国立中央博物館には、安氏安不明の粉製作キクモンの鉢があるが、安氏安夫は2代、低層の時代、1400年から1420年までの間に設けられていた臨時館長であるので、この鉢の製作年代もその間に限られることとなり、 初期粉製先の確実な年代を知ることのできる資料である。朝鮮王朝歴代の実録のうち、清掃実録には地理史が含まれており、当時の国内の土産見継ぎ物について記している。ここには、当時国内にあった三百二十四箇所の窯場が記録されている。陶器所では、発酵食品の貯蔵などに用いる瓦家と亀木。磁器所では、白磁と粉製作機を焼いており、 これらの窯は半島各地に散在していた。1469年、軽軌道公衆の寛容で白磁を肖像することが法制化された。それまで王室では各地から磁器を奉納させていたが、この時以降王室で使用する磁器は寛容で直接製造することになり、王朝の統治理念である儒教精神に合致した純白の磁器が作られることになった。こうした、 時代背景のもと、粉製作機の製造は衰退していき、16世紀前半には姿を消した。韓国当時史研究家の協計宿は粉製作機を表して、韓国人の神聖と美意識が直接に現れた、最も韓国らしい当時期であるとしている。ありがとうございます。